垂れてた俺にティッシュを差し出してくれたのはサンタさんでした。ずっと何年先もきっと変わらずに仲間だから、たとえ離れていても、なんとなく運命なんじゃないかって思うんだよね。思いは一つだよ。この間何してた？君超可愛いねつっておはよう。ケイちゃんも聞いてよ。新学期早々元気だね。ただちょっと気になるだけなの。普通にラブなの、どっちかな。タイミングよくティッシュくれたし、マフラー使ってくれてるし。ああ乙女モードだ。乙女っつうかただの妄想。この子だ。なんで寝てるの？歌って歌って。失礼します、飲み物をお持ちしました。うわっ、俺のことを覚えててくれただけで今すごく嬉しいんだよね。いけ、助けてやれよ男なら。なっちゃんならできるよ。何やってんのこんな人たちと。一緒にいるとキモくなるよ。ぬにゃー。ほら、俺の気持ち。いや無理無理無理だわ。夏希どうしたの？